イルカって絶対地球外生命体。ケータ店長です。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ね、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ね、イルカってさ絶対そうだよね。まずはですね、恒例の、宣伝から入らせていただきます。動画の概要欄にですね、ナチュラルボディービル研究所というブログとタトゥーライフというブログの URL が載ってますので、ぜひですね、ナチュラル志向のトレーニーの方、タトゥー入れ墨が好きな方はチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あとですね、まあ同じく動画の概要欄なんですけども、過去のおすすめ動画もですねたくさん載ってますので、そちらもですね合わせてチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、の次は、お、はい。ね、というわけで今日も元気に動画撮っていきたいと思います。はい。今日の動画のタイトルはですね、彼女の元彼が気になっている男パート2イエイとか、続彼女の元彼が気になっている男、というタイトルでお送りしたいと思います。はい、前にね、まあリスナーさんから質問が来たかなんかで、それに対するアンサーで動画を撮ったんですけど、まあ元か、違う、ごめんなさい、も、ん？違うな、彼女の元彼が気になっている男ちょっと来いみたいな、そんな動画を撮ったんですよね。はい、で意外と、まあ、ちょこちょこ未だにそれに対するコメントが来て、僕も実は悩んでますとか、はい、ね、意外とそういう、まあ、めめしい男子ですね、多いようで、そう。っていうか、これ、まあ、どういうことっていうふうに、これ分かんない人は本当分かんないと思うんですけど、一定数以上ですね、はい、世の中には、まあ、今付き合っている、女性の元彼のことが気になっちゃって気になっちゃってしょうがない、メンズがね、いるんですよ。一定数以上。はい。まあ、僕もそうでした、実は。うん、これ、シンプルに言うと、付き合っている女の子、まあ、もしくは好きな、自分が好きな女の子の前に肉体関係を持った男が許せないんですよね。はい。これ本当に理解できない人には理解に苦しむ思考だと思うんですけども、結構その悩んでる本人にとってはだいぶ深刻なことで、はあ、なんですかね、独占欲なんですかね。そう、自分の彼女とか好きな人がなんか前に自分以外の男とそういうことをしてたなんて、どうしてもなんかもうどうしようもないことなんだけど、なんかもう考えるとモヤモヤしちゃって、なんかもうどうしようもないみたいな、はあ、ちょっとね、本当にわからない人にはわからない思考回路だと思います。僕も昔本当そうだったんですよ。まあ、正直昔って言っても本当に昔の昔で、16、17の話なんですけども、はい。意外とね、そう、そういう人いるんだよね。まあ、大体こういうのって、男の人の初体験の相手に対してそういうことをね、そういう、まあ、思いを抱く場合が多いみたいですね。自分はこの人が初体験、自分はこの人しか知らないのに、この人は僕以外の男と前にそんなことをしてたなんて許せないみたいな、なんか変な独占欲というか、はい、なんかちょっと、まあね、はい、なんか難しい感情の動きなんですけども、意外とね、これ一定数以上いるらしいです。はい、で、そんなね、迷える子羊たちに、はい、前に動画を出したんですよ。な、お前たちそんなことで悩んでたって、マジでただ自分の身を滅ぼすだけやでって。大体こういうことで悩んでる男って、女の子にそれ言うからね。お前、俺はお前だけなのにさ、お前は前、他の男と、キーみたいなことを言うんだよ。キモいし、スーパーめめしいんだけど、言うんですね、こういうことを。多分言ってると思うんですよ。はい。だけど、それ言われてる方の身にもなってみっていう。
だってどうしようもないじゃないですか。いやだってもう過去にの起きたことなんて変えらんないしっていう。でもうね、女性も多分その頃まだ若いでしょうから、その頃の女性はね、まあね、優しいでしょうからいやだって私どうしようもないもん、ごめんねなんて言うかもしれません。はい、だけどかわいそうだね、それはね。もう過去のことは変えらんない、ドラえもんでもいない限り変えらんないんで、まあそんなこと言ったってせんないんですよ。はい、だけどもどうしても自分の気持ちになんかね、なんていうのかな、まあ若い男ってねそういうの難しいからね、自分の気持ちに嘘つけないんですよね。やっぱ気になってしまうものは気になってしまうっていう、で悩んでるっていう。はい、だけどまあ本当にそれをね、自分のね彼女とかに言ってる限り、間違いなく待ってるのは破局の道だぞっていう風に前の動画で言ったんですね。はい、でそれでもねコメントが来るんですよ。どうしたらいいかわかんねえとか、ツイッターでも来るんだよこれ。あの動画見ました、ありがとうございますみたいな。だけどどうしてもやっぱり彼女の元彼が気になっちゃって夜も眠れませんみたいな、はい、メッセージ来たりするんですよ。男ってバカだなと思いながら、自分もそうだったからバカだねとは言わないんですけど、だけど本当にね、もうもうこれどうしようもないんだけど、解決策は一つだけなんですよ。もうその気持ちが起きないようにもう紛らわし続けるしかないですよ。もうとにかく昼も夜もなんかやっとけっていう、うん、あのね、もう大人だから結構そういう悩み事とかに対する落としどころのつけ方がまあ上手くなってるってのもあるんですけど、35なんでね、うん、あとはまあくだらないことで悩んでる暇が正直大人になるとなくなるんで、もうそんなことでいちいち考えてるねゆとりなんかないのよ。そうだけど若い時ってね、変にゆとりがあるから考えちゃうんだよね。そうだけどもう考えるゆとりがないぐらいなんかやっとけっていう、それしかね解決法ない。うん、でこれはそのもう悩めるそのめめしいメンズたちだけじゃなく、世の中のね悩み事を抱えている人たちに、言いたいんだけども、まあ、僕も悩みやすい体質だったからまあ言いたいんだけど、解決策ね、悩んでも解決策が出ない悩み事は考えない方がいい、マジで。うん、意味ないから。うん、何の意味もない。もうこれな、うーん、どうしよっかなっつって、あい、これ2たす2ってなんだっけな、4だっていう解決策が出るような悩み事だったら考えた方がいいと思うんだけど、そういうなんか例えばね、彼女の元彼が気になっちゃってうーんって悩んでる、これ解決策なんか出ないし、考えても何にもいなんないんですよね。そういう答えが出ない、解決策が出ない悩み事はもうね絶対考えない方がいい、無駄。はい、もう悩むだけね無駄っす、時間の無駄であり、はい、これもうひいては人生の無駄。はい、だって考えたってしょうがないんだもん、ただ単純に自分のストレスを増やすだけだし、もうこれ解決策って一つしかないですよ。時間が解決してくれるのを待つしかない、答えが出ない悩み事に関しては。はあ、これは本当間違いないですよ、絶対に。悩みまくった、10代、20代悩みまくった俺が言うんだから間違いないですよ。今まで答えのない悩み事を悩んで良かった試しなんて一つもねえ。うん。マジで時間の無駄だし、考え事でちょっとうーんってなってる時って、結構他のこと手につかなかったり、もっと大事なこといっぱいあるのに、そっちがおろそかになっちゃったりするわけですよ。うん、くだらねえ悩み事のせいでね。そう。そんなんでね、人生、時間って本当有限ですから、時間よりもね、価値のあるものってね、この世にはないんじゃないかなって、健太店長は思います。はい。若い時なんて、しかもね、若い時の一瞬一瞬はね、ダイヤモンドよ。ダイヤモンド。ね。俺ぐらいになったもう本当に言うものよ、よ捨て人、35のよ捨て人ね、にとっての時間なんて、まあ、君たち若者のね、時間に比べりゃもう本当にチープよ。うん。だけどさ、10代、ね、20代の時間、1分、2分って、貴重だぜ。うん。だいぶ貴重で、本当ダイヤモンドよ。うん。だからね、そんな貴重なダイヤをね、無駄に使っちゃいけない。そんな答えの出ない、しかもストレスが、考えれば考えるほどストレスが溜まってイラつく、もやもやする、コルチゾール分泌されまくりなんて、バカだもん。
本当に俺だいぶね人生無駄にしたよ俺それで。めめしくどうしようってめめがもうあもういやいいみたいな考えて、いや何年うじうじしてたことか、はあ、ね、もうね本当に無駄だから考えない方がいい。でなんで考えちゃうかっていうと、これ結論ね暇なんすよ正直。これもう本当ディスってるわけじゃないけど、答えの出ない悩みをうーんって考えちゃう人って暇なんよ結局。忙しいとね正直そんなこといちいち考えてる暇なくなるからね。俺若い時めちゃくちゃ暇だったから、もうとにかく暇で暇でもうしょうがない、売れるなら時間売りてえなってぐらいね、暇だったんですよ、うん、まあそれなりに動いてはいたけど、ただまあ暇だったんだよねいろいろと。そうそうそう、だからもうほんと余計なこととか意味のないこと考えまくって、そうこれほど無駄に時間を浪費したことはないんじゃないかな。鼻くそ掘って漫画読んでた方がよっぽど有意義だよマジで。だから考えちゃう人って結局暇なんですよ、考えるゆとりがあるからね、うん、でいいこと考えだったら全然いいと思いますよ、うん、ね、自分のなんかいろんなプラスになること考えるんだったらもういくらでも考えた方がいいと思うし、考えりゃ考えるだけ人間の脳って、まあなんていうのかな、考えることに対して慣れていくし、もうもっと思考が深くなっていくんで、うん、いいこと考えるだったらいいと思うけどね、本当に無駄な悩みを考えてるのはね、時間の無駄だから、とにかく暇を潰せっていう、うん、悩み事をうーんって悩んでるので時間潰すんじゃなくて、なんか違うことで時間潰せ。うん。じゃあ紛れるし、くだらねえこと考える暇もなくなるから。まあ友達と遊ぶのでもいいし、まあなんとなくもうなんだっていいよ、もう電話するでもいいし、筋トレするでも、筋トレが一番いいね。うん。あと意外と俺はね、ボイスチャットをしながらゲームをやるってので救われた時期はあったよ。うん。やっぱ人と誰かと喋ってると紛れるよ。うん。コミュニケーション取ってる間ってやっぱそっちにどちらかというとメインで意識が向くんで、人とすげえさなんか会話してる時に悩み事を深く考えるのってだいぶ器用でしょ、うん、でしかもゲームやりながらなんてボイスチャットしながらゲームやって話してボイスチャットしてんのに、うーん彼女の元からうーんとかね、なかなかそんなことできねえよ、うん、特に若いやつの脳にはなかなかできないから、そうそう。だボイスチャットしながらゲームやるっての結構いい解決策だったね、うん、俺同性相手が失踪した後はね結構 Xbox のボイスチャットに救われてたぜ、うん、その頃結構もう紛らわす技術を身につけてたから、もう俺はゲームやってボイスチャットやって紛らわそうってことで、そうこういう時って意外とね顔も名前も知らねえやつと話す方がね意外と気が紛れんだよ。そう知ってる気心知れてるやつと喋るよりももう何にも俺のこと知らねえね、何の俺の事情も知らねえやつと、何の中身もね、会話してる方が意外と紛れたりするんだよね。そう。だからそういう時は意外とネットを活用するのもありかもしれない。そう。だけど、悩んでる時に一緒に沈んでいくような、人とのコミュニケーションは、これは NG ですね。Twitter とかで病んでる人一緒になんか早、なんか喋りませんかみたいな。これはもうダメ。一緒に沈んでいくようなコミュニケーションはこれは良くないコミュニケーションだし良くないつながりだから、はあ、だったら空っぽの会話をね、なんだかよくわかんない外人とかとゲームのボイスチャットしながらやった方がよっぽど有意義だと健太店長は思います、はいね、だからそうとにかく悩んでるやつはね暇なんだよ、うん、これはもう本当にディスってるわけじゃなくて暇なの、考える暇があるから、はい、その暇をなくすってことに視力を尽くした方が多分心的にもねいいと思いますよ、うん、心身ともに健康になれるんじゃないですか、はあね、悟空の声優の人も言ってたっすよ、嫌なことは考えないって、うん、意味ないから、うん、もうざっとその通りだなって俺思った本当に、うん、何も生まねえ、特に彼女の元彼のことなんてもう何にも生まねえよ本当に、うん、生産性ゼロどころかマイナスだよね、うん、はいね、というわけで、もう朝も昼も夜もなんかやってな、うん、高校生だったらバイトに打ち込んで部活バイトね、あと筋トレ、もうそれでもうめちゃくちゃ忙しくして余計なこと考えないようにねした方がいい、うん、本当にそれしかないよマジで、
あとの解決策はね、ない。ない。はい、何にもない。なんか、健太店長、いい方法ありませんかみたいな。ない。ない。ゼロ。ゼロです。紛らわす しかないね。今なんか、いろいろ紛らわす方法あんだからさ。紛らわせられるでしょっていう。俺の時代なんて紛らわすもん、カラオケぐらいしかねえからね。まあ、まあ、そうそう、Xbox でボイスチャットとかできるようになった頃はあったけど、もっと前の俺が高校生の時なんて本当にねえよ。娯楽なんてカラオケとね、シャブとカラオケと、あとなんだ、かろうじてダーツとか、うん、漫画喫茶とかも出始めだった気がするからね。うそうそ、シャブとか嘘、本当にカラオケね、カラオケぐらいしかなかったよ。はい、ね、まあ椅子などどうなっていいんだけどさ、とにかく紛らわした方がいいよっていう、はい、お話です。悩んだって意味ねえから。ね。じゃあ、頑張って。ね。ライオンくんもなんか言う？うん。みんな頑張ってね。僕、スポンジボブと。これパトリック。パトリック。じゃあね、さよなら。